堂島大吾に冴島大河、そして真島五郎か。これに桐生さんを加えたら裏社会の殿堂入りメンバーだな。引退済みって意味ではそうかな。会いに行くんでしょ彼らに。ああ、すぐに立つ。その口ぶり、まさかとは思うけど、一人で行くつもりじゃないよね。ダメだよ。俺らは桐生さんのお守り役なんだから。言い方はちょっと違うと思うけど、ついていくのはその通り。悪いな、少し遠出になる。準備をしてから行こう。ほう。うん。どこにでも行けそうだ。どちらまで行かれますか？それでは。懐かしいな。懐かしいな。勝ちに行こうぜ。私の番。血が止まらねえ。どうしようかな。頑張りますか。手加減はなしだ。エモいぜ。
なことあったな。懐かしいな。いや、しずこ、もうごめんごめん。あのさ、ああこれ、小野道夫くん。知らねえ。まあ、違うよ、もうゆる。へえ、そう。私道夫くんのお嫁さんになるのがよ。手術しないと治ら、手術しないと道夫。私、辛くてもかん。しずこだ。しずこ、ああごめん。そうなの？引っ越してきてそんな。大丈夫だよ。うん。いらっしゃいませ。ありがとうご。こんなことあったな。この辺に雰囲気のけおっと待ちなよ。そもそもこの辺をうろ。違います。またまたてれ。誰かがてめえの汚い手で。なんで目障りだ。やべえやつだな。もしかして。えやっぱり。ないじゃないです。凡人？はい。キリュウさんにお会いできて本当に嬉しいです。ああ俺もだ。いえいえ全然。あの後。はい。お医者さんが頑張っ。それもこれも。俺は何。そんなことありません。道夫くんは私に手術に立ち向く。だからキリュウ。でも桐生さんとは一度会った。だから俺も。でもお前こそ。はい。実は私医者を目指していて、その夢のために東京の。
医者か。慣れたらですけどね。でも病気の私をだから立派になったな、しずこ。はい、もし桐生さん。はい、さてそろそろ行くか。はい。こんなところ。はい、迷っちゃって。そのキーホルダー。もちろんですよ。はあ、なんでですか。いや、あいつ、野暮なこと聞いちゃうか。ここにいたのか。さっきの借りを返しに来たぜ。安心しろ、静子。でもお前を守るため。おいおい、どうして。逃げも隠れもしねえよ。手加減はしねえ。病院は予約した。楽しませてもらうよ。やるか。どこにいたの。怒られる覚悟はできてっか。脇が甘いな。空、くれてやる。はじけそうだ。え、私の番。見せてあげる。くれ。調子出てきたぞ。出番が来たな。効かねえぞ。ロケットイラつくんだよ。私の番。やるなよ。せやどうしよっかな。手加減頑張りますか。寒気が。くらえ。いいんだよ、立て直さないと。私の番。調子出てきたぞ。ボンベ。出番が来たな。どうした。遊んでいる。手加減はなしだ。どうしよう。頑張りますか。せい、立て直さないと。私の番。勝負はこれ。まだまだ強くなる。人生これす。キリュウさん。ああ。はい。よかった。今日はありがとうございました。道まで教えていただいて。気にすんな。好きでやったことだ。これ。今日のお礼です。もしよかったらつけてくださいね。いいのか。それ私。そんなにいい。こちらこそ。私ダメ。桐生さんに。静子、俺はお前にあんなに小さくて手術に、そんなお前にお前はきっとだから頑張れよ。俺はいつまでお前の好きな道を行く。じゃあな、静子。今までこっちこそありがとう、ミチ。ありがとう。
調子いいぜ。思い出す。いつでも戦えるぞ。いらっしゃいませ。いただきます。いただき、ごちそうさま。ごちそうさま。ありがとうございます。真相回転するのか。入れこう。フォ、俺が昔。確かライバル店の圧力で潰されそうになっていたと。雪、小雪。しかし同じ店名とは。ん、まずあれ人違いでしょう。いつの間にか消えちゃったから、もう少しはか。ああ、お前こそ。そうなんですよ、もうすぐ。ほう、それがなかなか。そやあやあ、関西から来たよそ者さん、まだ帰ってなかったの。困るんだよね、よそ者が簡単に店出せると思われちゃうとさ。カムロ町にはカムロ町の流儀と品格ってのがあるのよ。関西弁のおばさんたちが簡単に足踏み入れていい場所じゃねえの。前から言ってんだろ、小雪さんよ。また来た。誰だこいつは。ライバル店の人です。うちらがカムロ町で商売始めるのが気に食わないらしくて、しょっちゅう邪魔したり脅したりしてくるんです。おかげで風評被害も広がるし、怖がって女の子も何人か辞めちゃったりして超迷惑してるんです。俺たちも穏便に済ませたいんだけどよ、
無理やりオープンしようってんなら、こっちも無理やりやらねえとダメかもな。あっかんべーだ。あんたらなんかの差し続けるくらいなら死んだ方がマシよ。なめやがって。なら俺がカムロ町の竜に叩き込んでやるよ。どう叩き込む気だ。なんだてめえは。俺はここで雇われていたもんだ。カムロ町にてめえが語れるような流儀はねえ。そしててめえみてえな輩に品格を語られる筋合いもねえ。言うねえよさ。いいよ、まずはあんたからやってやるよ。眠らない町カムロ町の怖さ、おのぼりさんどもに教えてやるぜ。今日は調子のいいところがあるんだよ。やるか。頑張りますか。遊んでやる。せーの、私の番。はい。血が止まらねえ。調子出てきた。シャー、ミッド。茶番は決まりだ。傷口から血が。さて、私の番。どうしよっかな。出番が来たな。手加減はなしだ。血が止まらねえ。やれ。みんな帰ろう。なんだこいつ、めちゃくちゃ強え。さっさと消えろ。この店に手出したら俺が承知しねえぞ。すみませんでした。すみません、また助けてもらっちゃいましたね。桐生さんには助けてもらってばかり。そんなことはないさ。邪魔が入りましたけど、せっかくなので中でお茶でも飲んでいってください。さ、どうぞどうぞ。なかなか広くていいじゃねえか。ほぼほぼ前にあったお店の居抜きですけどね。いい場所が空いたので思い切って借りちゃったんです。俺が抜けた後、フォーシャインはどうなったんだ。キリュウさんがフォーシャインを蒼天堀ナンバーワンのお店にしてくれた後も、私とユキさん、ヨーダさんたちで一丸となってナンバーワンの座を守り続けました。15年くらいの間、関西の一番であり続けたんですよ。すごくないですか。ああ、それはすごいな。てっぺんってのは取るよりも維持し続けることの方が難しいからな。だがどうして今のタイミングで関東に進出することになったんだ。もともと関西以外にも店を出そうという話は何度かあったんですが、ユキさんもヨーダさんも欲がない方ですし、クオリティを落としたくないという理由でやってこなかったんです。でもヨーダさんとユキさんが経営から引退されることになり、私が代わりに店を任されることになったので、せっかく代替わりするなら何か新しいことに挑戦したいなって思いまして。なるほど。新オーナーの小雪は関東進出がしてみたかったというわけか。関東じゃなくてもいいんですけどね。単純に私はフォーシャインというお店が大好きなので、関西以外の人にももっと知ってほしい、味わってほしいという思いが強いんです。蒼天堀の店は他のメンバーが盤石で、私がいなくても全然回せますし、だったら私は店を預かる人間にしかできない戦いをしたいなと思って。いいじゃねえか。
店のことを大事にする小雪らしい選択だと思うぜ。ありがとうございます。でもやっぱり難しいですね、経営って。キャストとして接客だけしていた頃とは大違い。考えなきゃいけないことも山ほどあるし、さっきみたいな面倒なことにも巻き込まれたりしますし、こんなことをユキさんやヨーダさんは長年やってきていたんだと思うと、改めてすごい人だなぁと今になって痛感しますよ。私の知らないところでいろんな人たちが私たちを守ってくれていたんだなってそれが分かっているならきっとうまくいくさ。すまないな、忙しいのに邪魔してしまって。いえ全然、というかむしろずっといてほしいくらいですよ。桐生さんが黒服をやってくだされば百人力ですから。おいおい、また働かせる気かよ、勘弁してくれ冗談ですよ。でも人手が厳しいのは本当なんですよね。さっきの奴らの脅しや圧力のせいで女の子も結構減っちゃいましたし、スタッフも引き抜かれちゃったりして結構自利品なんですよね。時代は変われどその辺は変わらねえんだな。蒼天堀の店の連中にヘルプは頼めねえのか。できなくはないですけど、あっちはあっちで人気店ですからね。初日はもうすぐですから、スケジュール調整とかも難しいし無理かなと思っています。ならユキに頼むのはどうだ。元伝説のキャバ嬢だろう。いやそれができたら最高なんですけどね。今ユキはどうしてるんだ。ユキさんはご自身の夢を叶えるべく新たな挑戦をされています。新たな挑戦。はい、キャバで貯めたお金で飲食店を始められたんです。そっちが盛況で忙しい忙しいって言ってました。だから私たちの事情でそんな忙しいユキさんの新たな挑戦を邪魔しちゃいけないなって。軌道に乗ってたとしたら悪いですし、足引っ張りたくないですから。それにいつまでもユキさん頼みじゃいけないですしね、私が頑張らないと。どうした。いや最近ちょっと働きすぎてるせいですかね、ちょっと胃腸の調子がよろしくなくて。あまり無理すんなよ。しかしユキの新しい挑戦か、気になるな。どんな店なんだ。あまり詳しくは教えてくれないんですが、横浜のスナックがいっぱい入ってるビルの一角に開いたみたいな話は聞きました。横浜偉人町か。おそらくスナックが入ってるビルっていうくらいですし、元伝説のキャバ嬢ですから、スナックかなんか始めた感じですかね。行きたいな。でもなんかせっかく新しい挑戦をしてるんだから邪魔しちゃ悪いと思って、気を使っちゃって顔も出せてないんですよね。偉人町なら俺が今寝泊まりしている町だ。おお、ならぜひ顔出してみてくださいよ。桐生さんが来たらきっとユキさん喜びますよ。絶対絶対行ってくださいね。え？おう、やった。行ったら様子を教えてくださいね。もしうちの心配をしていたらお気になさらず、忙しいご自身のお店の方に集中してくださいねと伝えてください。わかった、伝えよう。ありがとうございます。よかったらオープン初日には桐生さんも遊びに来てくださいね。時間が合えばな。大変だと思うがあまり無理するなよ。お前は頑張りすぎる嫌いがあるからな。肝に銘じます。会えて本当に嬉しかったです。俺も成長した小雪に会えてよかった。じゃあまたな。はい。
分まで上げていいつでも行けるよ。やるか。止まらねえ。出番が来たな。どうしよっかな。調子出てきたぞ。私の番。傷口から血が。私の番。さっさと来い。手加減はつけい。頑張りますか。勝負あったら絶好調。よし。いや、やってやろうぜ。やるか。頑張りますか。私の番。調子出てきて。逃がしちゃって。私の番。どうした？どうした？どうした？手加減はな。出番が来たな。どうしよっかな。頑張りますか。かかってきなよ。どうした？私の番。見とれないで。またいい男になっちゃった。エモいぜ。思い出す。いらっしゃいませ。
ありがとうご。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。金のことは後だ。でも、もし、おい、救急車がダメってんじゃ他に手がねえ。いや、いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。それでは、
まで行かれ。それでは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。俺のこと舐めるなよ。後悔するなよ。やるか。めっちゃ血出てる。頑張りますか。私の番。こいつ。調子出てきたぞ。私の番。出番が来たな。どうしよっかな。手加減はなしだ。何だ。度胸だけは買ってやるよ。よし。それ本当だよ。
どこにでも行けそうだ。思い出せ。行かれますか。それでは。私の番だ。さて、型をつけよう。おう、一発で決めるよ。当然だ。調子出てきたぞ。私も狙うか。めっちゃ血出てる。出番が来たな。必殺あたれ。よいしょ。私の番。力の差を見せて。手加減はなし。ついてこれるか。なめるなよ。頑張りますか。俺もすごいんじゃねえ。決めずにフラッと電車でどこか行ってみたいっすね。ほう、それも楽しそうだな。やってみるか。お、乗ってくれますか。それでどこに行きます。おいおい、だから目的地は決めないんだろ。ああ、そうでした。やっぱ何か決めないと落ち着かないのかも。まあ、それもいいんじゃねえか。お前の性分なんだろ。行きたいところを決めてみんなでゆっくり行けばいいさ。それもそうですね。でもその時は桐生さんも一緒っすよ。よし、絆が深まったぜ。
こんなことあったな。イッチリッド。ハサク長靴。何スマホ見ながらブツブツ言ってんだ。ああ、クロスワードアプリだよ。検証の締め切り近いの忘れててさ。雑誌や新聞以外にも最近はアプリでもあるんだな、クロスワード。結構面白いよ。勉強にもなるし、ラーメンと。それちなみに何が当たるんだ？もやし1年分だって。どう考えても1年も持たねえだろ、もやしだね。当たったらうちの店でもやしパーティーでもするか。あ、キリュウさんにも消費に協力してもらうからね。もっと日持ちする景品にしてもらいたいもんだ。いい感じだ。閉店じゃねえよクソが。かかってきやがる。私の番。恥かいても知らないから。なめんなよ。どうしてやる気あるの？脇が甘いな。しつけの時間。死ねよ。私の番。やっ、惜しかったね。おいざ勝負は俺の勝ち。まだ強い。悪くない。格が上がったね。ここまでだ。いつでも行けるよ。私の番。仕留める。しつけの時間。しびれる。痺れる。勝負叩き進む手数がいっぱい。かかってこいよ。終わらせる。出てきたぜ。しびれる。調子出ないな。見せてあげる。出番が来たな。必殺。手加減はなしだ。
頑張りますか。テンション下がる。目障りだ。容赦しない。これで元通りだ。消える。やりづらいね。すりゃ。素直に喜んでおく。まだまだ強くなる。大人の主分、人生これ成長ってな。よし。どこにでも入してん、見下してんじゃねえ。地獄を見せてやるよ。やるか。私の番。調子叩きつぶついてくれる。よし。レッツゴー。見下してんのか。その肌を覚悟してよね。楽しみです。私みたいに出番が来たな。必殺うわどうしよっかな。これ使おう。手加減はなしだ。シャー手数がいるな。やる。調子出てきたぞ。相手にならねえな。やってやろうぜ。やるか。手加減はなしだ。かかってきなよ。なめんなよ。出番が来たな。痛めつけてやんよ。見さらせ。うわぁ。私の番。回復。よし。私の番。調子出てきたぜ。頑張りますか。俺たちすごいんじゃねえ。